サとオーストリッチファームのコニタンと、はい、ともちゃんです。はい、ということで今日はこちらですね。でっかい柑橘類ですね。はい、何でしょう。夏みかん。当たってるし、はい、品種まではちょっと分かんないですけど。はい、正解です。はい、はい、こちらの夏みかん、はい、今日はお料理動画みたいですけど。そう、まさにお料理動画なんですけど、こちらの夏みかんの方たくさんもらったんですよね、ダンボールにいっぱい、はい、でちょっと僕たちの方では食べきれないというのがあるので、うんうん、そうちょうど良かったので、あのダチョウにもお裾分けしてみたいなと思ってこの動画回してます。はい、よし、ということで早速切っていきます。行きましょう。はい、選手交代。うん、ダチョウが食べやすくするにはやっぱりこうですよね。そうだね、パカって綺麗な、そう、サザエさんスタイル、うんうん、じゃあこうですね。よし、夏みかんは硬いのかしら。いや、サクッとちょうどいいぐらい。お、すごい、美味しそう。てか美味しいんですよこれ食べたことありますけど、前にもね、いただいたよね。サザエさんだ。はい、じゃあもう一個開けちゃいます。はい、かよくこういう感じで、あの、なんだろう、自分家の玄関先に置いて、なんか鳥が来るのを楽しみにしてる人います。そうそう、いや、私昔鳥飼ってた時に、うん、こんな大きくないですけど、普通の冬のハウスみかんをこうやってやって置いとくと綺麗に食べてた。そう、メジロとかが来る。そう、そうなんです。綺麗ね、予想以上に美しい断面ね。はい、これをダチョウちゃんたちに、あとエミューちゃんにもあげたいですね。はい、はい、ということで、はい、牧場の方に行きましょうか。はい、ということで牧場に行きました。はい、ここはエミュー社の前です。はい、まずはエミューに、うん、夏みかんをあげていきたいと思います。あげましょう。食べるかしら。ね、美味しそう。てか美味しいんですじゃあこれだけ持っていきますか。まあ、よくね、ヒヨドリとかさ、メジロとかはね、ああ、そうそう、庭に置いてるみかんをついばんでどっか行っちゃいますけどね。本当に食べてくれるんですけど、皮をさ残して綺麗に食べるんですよ。そうそうそう、あの食べ方綺麗だよね。ね、これを期待しちゃう。なんか見てるね、あげるどう、どうした、どうした、なんかすごく迷ってる。なんか見慣れないものが。オレンジ色って珍しいもん。でも森の中とか木の実とかこんな色な気がするけどな。絶対好きな味だと思うんですけどね。はいはい、そこの黒いカゴに置いてみたらどう。見てみるか。はい、見向きもされない。うん、よし、みゆちゃんにお水飲んでるとこ悪いですね。あ、ごめんごめん。そう、あー行ってしまいました。みゆくんが来る。はい、なんかブルーベリーの時と全く同じ反応。目の前にこうやってやると逃げちゃう。お、来た？いかが？いかが？食べず。すごいこうやって。ちょっと見たけど。覗き込んで。気持ち悪い。もともとだって野生で果物や花の蜜とかを食べるんじゃなかった？花の蜜食べるの？花を食べる。果物も食べる。タンポポとかでしょう。うん。さて。さて、こっちのダチョウのヒナたちにもあげてみよう。ねえ、ヒナというにはもう大きくなってきましたけど。さて、この大きさで何種類ですか？ね、何週、何ヶ月か。そう、何ヶ月だね。半年。半年で。半年2メートル近く、ね、7ヶ月ぐらいかな。7ヶ月ね。いる。お、おー、痛い。そこでは違う。
いいね、味を覚え、いいね、いい食い食いだ、口紅が汚れていく。痛い。あ、いいね、いいと思うよ。痛いの。痛いけど。なんかこうオレンジをこうやってやる棒が欲しい。あ、でもなんかスイカと同じく食いっぷりがいいですね。いいですね。ああ、でもこの通り食べられてますよ。痛いんだもんこれ。いい食べっぷりだ。おお、いいね。いい感じよ。サムネにできそうだよ。いっぱい飛んでくる。食べ。食べ。美味しいかい？初めてだろ。あ、でも美味しい。痛い。そうそうそう。初めて食べるでしょ。これでね。どんどん食べようね。いいよ。痛い。みかんが飛んできた。これ痛いな。どうぞ。これで結局そっちであげる羽目になるという。はい、どうですか、はい、いいね、いいよ。そういい、ね、みんな仲良く食べな。よし、いいぞ。はい。それ手じゃん、手じゃん。はい、いいね、いい食べっぷりだね。すごいね。一緒に水分も取って、いい匂い。どんな感じですか。こんな感じです。あ、すごい、もうほぼないです。食べてしまおう。あ、うん、それがいい。すごいかい。お、いいね、これだ、かわいい。私じゃ、あ、でもでかいから。これ食べていいの？いいよ。はい。皮だね。やっぱりいらない。はい、どうぞ。痛そう。はい。別に害はないと思う。あ、食べたぞ。なんだ。初みかんだね。今お腹じゃなくてそこの喉が。はい。お前も食べるの？お前も、あ、1匹が食べたら食べるんだ。もうぐちょぐちょだよ。1匹が食べたら食べれるんだね。そうだね。なんか毒に焼くみたいなね。ファーストダチョウ的なやつだ。え、いけるのそれ。あ、これでどうですか。はい、こちら。こちら、おいしい。痛い。違うじゃん。もう汚いよ、君たち。もう十分食べたな。どうしたの？こんな感じですかね。はい。以上、ダチョウとエミューに夏みかんあげてみたでした。うん、はい。はい。今後も、折を見てまたいろんなものをあげてみたいと思います。そうですね。可能性を探っていきたいですね。はい。はい。バイバイ。バイバイ。